はい、それでは今日もレッスン始めていきたいと思います。今日はロックダンスですね。こういうやつ、こういうやつですね。ロックダンスの中で一番基礎となる動き、トゥエルという動きです。この手を回す動きですね。これをやっていきたいと思います。まず脇を閉じて肘のラインで手首を上げてください。手は軽く握るぐらい、あまりギュッと握ったりパーにしすぎないように、軽く小銭を握ってこうチャラチャラやってるような感じで手首を柔らかくしましょう。そのまま手首から持ち上げて耳の横に来たら手首を回します。そしたら手首を戻してまた脇を閉じてから手首を下ろしてこのラインまで持ってくる。これだけです。順番としては手首を持ち上げる、肘が開いてきて耳の後ろで手首が回ってコンとノックする感じですね。コン。そしたら回してから脇を閉じて手を下ろしていく。これを一連の流れでやっていきます。ポイントとしてはですね、まず上の関節、肩、肘、手首の順番、上の関節から上げていくんですけど、まあ、肩は上げないですね。肘からしっかりと上げて、その時にこの手首が内側に入ったり外側に入ったりしないように、この体のラインで手首がしっかり上がってくる、ないしちょっと前でもいいですが、あまり体のラインより前に出すぎないように体のラインで手首を持ち上げていきます。手首が上がってこれ以上上がんなくなってきたら肘が開いていく。肘を開いたら耳の後ろまで来て、ここで来て初めて手首がくるんと回ります。耳の後ろでポン、戻してから脇を閉じて肘を下ろしてこのライン流れでいきます。セーブ、レイト、ワン、エン、ツー、せーの、ワン、エン、ツー、ワン、エン、ツー、ワン、エン、ツーです。ポイントとしてはですね、こうやって握り昆布を作った時にここに正方形ができます。この正方形の中心ら辺にちょうど拳が来るような位置で、耳より後ろにノック、戻して脇を閉じて下ろして、大事なポイント2つ目です。胸をアップした時にグッとしっかり張りましょう。最初手首がここにある位置から持ち上がってトゥエルをする時にしっかりアップをします。そのまんまトゥエルして戻す、アップ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 戻すです。それでは後でやってみましょう。トゥエルのワンポイントアドバイスです。トゥエルをするときに肘を持ち上げるとき、体のラインより後ろでしっかり肘を持ち上げましょう。体のラインより前で持ち上げるとこういう違う動きになってしまいます。なので体のラインより真後ろからしっかり持ち上げる、で持ってきて耳の後ろでノックして手首を返してから脇を閉じてまた下ろしていきます。一度やっていきます。せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイトです。ここから次の動き、ロックの動きを説明していきたいと思います。ロックの動きっていうのは鍵をかけるロックっていう意味と、体をカチッカチッと止めるロックっていう意味の2種類の意味が入っていて、鍵をかけるとき鍵穴に鍵を差し込みますよね。鍵を差し込んでカチャッ、このロックです。この鍵穴は一定の場所にあるので、こうやって手首を動かしたりしないように注意して、トゥエル、まずトゥエルをしたときにしっかり胸をアップ、
この胸をアップしたまま、キープしたまま手を下ろします。手だけ下ろした状態で胸はアップのまま、その時に胸をドンって内側に入れながら肘を開けます。そのタイミングの時に鍵穴に差し込んでロックをするので、この手首が動かないように注意しましょう。ロック、手首はグッと返さないように、腕と手の甲が平行になるようにロックをしましょう。もう一度やっていきます。肘は体のラインより後ろに上げて、耳の後ろで手首を巻いてロック、戻して手を下ろして胸はキープです。手が下りたら胸を中に入れながら脇を開けてドン、この時の下半身の説明をします。下半身はどっちかの腰にドンって乗ってる状態です。休めの方にドン。ただこの時よく間違いがちなのが、こうやってかかとを上げてしまう人がいます。これはロックできていませんので、しっかりと腰がロックできるようになった人が形としてこうやって上げるのは OK です。ただ体と腰がロックできてないのにドンって上げちゃうと抜けてしまうので、ロックにならないので気をつけてください。腰の入れ方です。自分の好きな方はどっちでもいいので、ちょっと斜め後ろ、片っぽの膝が伸びていて片っぽの膝が曲がってる状態、骨盤をドンと後ろに斜め後ろに入れます。そのタイミングがこの張った胸を中にドンって入れるタイミングです。しっかりと張った胸がドン入るときにどっちか片っぽの腰に乗っかる。反対はこっちですね。流れで一度解説していきます。手首を軽く握って、肘を体のラインより後ろで持ち上げながら手首を耳の後ろで回します。ノックしたら返ってきて脇をよじる。そのまま胸はアップでキープしたまま、腰を入れながら胸を入れながら手をドン。これがロックです。ゆっくりカウントでやっていきましょう。手を上げます。脇広げてノック、戻して胸キープしたまま腰を入れて脇を開けてドン。手首を返さないようにしっかりとまっすぐ横を向いてやってみましょう。手首を上げて、肘は体の前に上げずに脇を開けて、手首を回したら跳ね返ってきて、手首が回りきったら肘から下ろして、胸は張ったまま脇を開けて胸を入れて腰を入れてロック。ロックの時の注意点です。ドンってロックをするときに、この拳の位置がグッて内側に入ったりグッて外側に出ちゃったりしないように、しっかりとこういうコの字型を最初は作る練習をしてください。慣れてくればこの手がここまでベーシックなものじゃなくても腰がドンって入るので、違う形でもロックしっかりできるようになります。なのでまずベーシックオーソドックスな、しっかりと脇を開ける、手首を返す、そのまんま位置は変えないでキープ、これを練習しましょう。少し早めのカウントでいきます。セーブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エン、エイト。横を向いて、セブン、エイト、ワン、エン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エン、エイト。はい、それでは音でやってみましょう。